混沌を極めるチェルシー。複雑すぎたギャラがアトレティコ移籍。あ、やっぱ夏の主役ですね。確信ですよ。ほんと、これほど派手な僕の夏休みは初めてですよね。僕の夏休み3ですからね。なんであれ?と思って2で同額して3で面白いことやり始めるっていう。今年の僕夏もちょっと楽しみにさせて。ちょっと哀愁作品なんですけどね。今まではなんか狂気と金額しかなかったですけど、今回はい。哀愁を。哀愁です。では、本日のアジェンダ。2024年6月、不本意な更新オファーをもらうギャラガ。そして2024年7月、ギャラガを熱望するシメオネと。ここもぴったりでしょうね。ぴったりぴったりぴったりなんですよ。ジャストフィットでしょうね、ここジャストフィットですね。は。ああ、結構す全てご持っいてんじゃな。ないですかね。そして8月、マドリードへ行くも、とんぼ返りと。はい。そしてその数週間後、なんとか契約合意する。はい。で、まずですね、このギャラが2000年生まれで、2006年、6歳の時にチェルシーに入団すると。はい。ギャラが、いやジェームー、いいでス。すね。うん、ジェームスだ。ゲイ。おー、ほう。素晴らしいな。すごいよね、改めて。ああ、アブラモビッチってすごいよね。すごいな、このやっ20ぱ年り。プロジェクト。今、やっと目が咲いたんですけどね。遺産なんですけどね。チェルシー来て3年目とかだからはな。で、この種を植え付けて。いや、今となっちゃね、イングランド代表3人、1期から出てるわけですからね。い。うん。すごいですよ。で、このギャラがですね、いろんなチーム、3年ほどレンタルでいろんなクラブに行き、まあ、ここ2年ですね、チェルシーでもちゃんと先発のは座い。を奪うと。そうですね。完全にパレスで化けましたからね。このそうだ僕は。な。はい。ここでオールラウンダーっていう活躍を見せてましたね。はい。ちゃんと中堅チームで立派な数字残して。試合、やっぱパレス操ってましたからね、この頃は。運動量が一番すごいってイメージだ。そうですね。ハードワークどこにでもいる。本当のボックスというボックスですかそう、ね、ボこックのスとボ人ックス。は。攻守にわたってはい。活躍すると。で、2021年、イングランド代表デビューして、今年ユーロ招集と、綺麗に成長してますね。順調ですよね。生誕からチェルシーということで、まあ、チェルシーサポの誇りですね。はい。まさにもう、こういうの待ってましたですね。全クラブサッカーファンが望んでることですよ。生え抜きってこういうことだって。生え抜き。しかも6歳から生え抜きってね、なかなかないですからね。なかなかないですからね。6歳から生え抜きになってイングランド代表してキャプテンマークがいて、まだまだ24歳。チェルシーファンの誇りを象徴する選手と。そうですね。まあ、本来であれば絶対手放しちゃいけない選手なんですけどそうなんですよね。ね。早くも哀愁ですね。そうです。こういうのを手放しちゃうとどうなるかっていうのは、まあ、いろいろ事例がありますかそうなんですよらね。ね。そう、一番いいけどな。もうゲラードですよ、これは。そうなんですよね。正直、悲しい。はもう哀愁です。い。で、そうなんですよ。ああ。ファンから愛されるこのギャラが、はい。ファンはステイしてくれと全力でアピールするわけですね。はい。で、2024年6月、ユーロ開催前、チェルシー幹部と契約交渉すると。この時の契約内容が、2022年から25年の3年契約の残り1年、週休5万ポンド、はい。年俸約5億円、チーム18番目と、だいぶ低い方ですね。だいぶ低いですね。まあ、生え抑えですからそうね。なちょっんとだよ低ね。めにそこ抑えらで、れてるのは。まあ、その文化がちょっとあれですけどね。そうまあ、そうそう、そうなんですよ。近代フットボール、アカデミー出身だと、安めな契約で更新するっていうね。そうですね。特に18から20あたりはそうなっちゃいますよ。まあ、10代ぐらいならいいけどね、24歳でスタメン、そっか。イングランド代表、若手でもないですからね、もでも、チェルシー帰って2年目ですからね。う。そういうことなんですよ。チェルシーで活躍してないよねっていう。そうそう、リバプールで活躍して2年やって更新みたいな。そう、確かにな。そう、大体そんな感じなんですよ。2年更新リース・になっジェーてあムズと。はここ行ってはい。ないんで、高いんですよ。そうそうそ3番目、4番目もらってるんですよ。はい。レンタルしないで行くと。はい。戻ってきて2年活躍しないと、やっぱ上がんないんですよね。そうなんだよな。言ってももう22、23歳ですからね。24歳。で、チュクワメカが同じポジションで、はい。チュクワメカ今20歳で倍の給料ですから。面白くはないですね。そうですね。まあ、今回で上がるだろうって、そうそうそう。自分も他人もファンも思ってるでしょうね。そうそうなんですね。上げていきたいと。はい。で、残り1年ですからね。
はい、間の残りの1年ですから、クラブ側からすると。そうですね、ここになると圧倒的に選手が有利になるんですよ、セオリー的には。はい、あ、1年経ったらもうフリーで出ちゃうから、まあ、本当に好き勝手できるのは1年後ですけど、うん、まあ、残り1年になってもかなり選手に自由度が与えられる、うん、そんな状況、はい、でスパーズ、アストンビラ、アトレティコなどから打診を受けている、まあ、人気物件、うん、そうですね、そりゃそうでしょうね、そりゃそうでしょう、イングランド代表24歳、はい、うん、で本人の希望としてチェルシーを愛してます、長期契約を結びたいです、これが大手本だ。そうですよ、はい、ワンクラブマンの道を私は歩みたい。そうです、私歩みたい、それはそうです、長期でぜひ誠意のあるオファーを、これこそぜひです。そうですね、はい、でオファーが来るんですけど、そのオファーの内容、2年延長プラス1年週給15万ポンド。おお、なるほど、まあ、ここはまあまあカイセドと同じチーム8、うん、そうですね、週給に関してはな、いいと思うんですけどね、まあ、まあまあそうなんですよ、上でしょうね、そこじゃない、ここでしょうね、ここね、誠意ではないですね、こう、はい、でこの時あの8年とか9年とか与えてる、他の皆さんが8年9年とか言ってますから、そうそう、ポール・パーマン9年ですからねもう一生お願いしますっていう誠意あるオファーを渡してるのに対して、はい、ギャラが2年、超少なく感じますね、ミニマルですよ、まあ、これね、まあ、3年なんですけど、まあ、要は1年か2年ぐらいいてねっていう感じです、これ。そうですよ、でなんか交渉していいとこがあったらまた考えようぜみたいな、そうそうそう、長くても2年だよっていう、3年はもう売りますからね、はい、当たり前ですけど、そうそうそう、これは1年いてもいいよっていう、これね、これですね、これ日本人もショックだったと。いやー、他の若手が長い中これですからね、なんか規格外に長い中ね、ああ普通、まあ、3年から5年、いい選手は5年で、だから多分3年って言われたらまあまあしょうがないのかな、なんですけど、他のみんなが8年とか言ってる中、これはチェルシーさんはね8年とかですからね8年お願いしますって、もうほぼ結婚みたいな形でやってるのに、この2年はね、そうですね、ちょっと甘く見られたもんですね、やっぱ内縁の妻は甘く見られますね、内縁の妻なんですよ都合がいい女として扱われてるんですね、キャラがそうなんですよ、まあまあ主力ではないよって言われてるようなもんですよ、これは。そうですね、うん、あなたそんな期待してませんよって、いてもいいけど、悲しいです、そんな期待してませんよってそんな都合のいい男と見られてるなんて悲しいです、キャラが先生な、サポからしたらこれはもうね、涙もんですよね、はい、生誕からチェルシーこの男、しかも怪我しないからね、こいつすごい、全然怪我しないからね、そうですね、リース・ジェームスさんすごいけどよく怪我するんですよ、はい、いないですからね、いない、全然いない、今もいない、はい、悲しいですね、悲しい、ということでユーロが終わるまで考えさせてくださいと。そうなりますね、 そうなりますね、まあ、理想的にはここでユーロで結果残して考え直します、8年お願いします、これこそハッピーエンディングです、そうそう、チェルシースタッフもこれを望んでる、でユーロ始まるんですけど、まあ、結果準優勝、5試合出場するもスタメンは1試合のみ、うん、内容も結果もぼちぼちですね、不完全でしたね、決勝トーナメントだったらほとんど出てないですから、はい、で4月になるとまた再度交渉するんですけど、6月に提示したオファーで更新するか、アトレティコ移籍どちらかだ、1年残る選択肢はないと、この強気が意味わかんないですけどね、もう結構不要な選手には上からなんですよね、はい、今年のチェルシーは一味違いますからね、そうですね、強気ですからね、アメとムチがすごいですからね、はい、まあアトレティコと話が進んでるんで、はい、まあ、この間提示した最短契約かアトレティコに行くかと、うん、これは、まあ、直接選ばれた負けじゃないんですけど、はい、残ったらアカデミーと練習するんだぞとキャラ側は解釈したと、なるほど、今の面々が受けているそうそうそう立場をキャラ側持ってことですね、提示されてあっちねってプレイできると思うなよと、つら残ったとした、はい、フリーで行かせると思うなよと、生え抜きにやることじゃないですけどね、なかなか強気な、はい、ボリが言ってるのか分かんないですけど、チェルシー幹部はこの2択だと、うん、ギャラガー自身も国内にいるより海外行って、うん、チェルシーとは対戦したくないっていう忠誠心を見せると、はい、ここに来てなおロイヤリティを高めていく、さすがです、チェルシー愛は半端ないですか、さすがですね、で一方ですね、アトレティコ、はい、気合が入りまくっていたと、いや今年の夏は気合入ってましたね、そうなんですよ、うん、もうこれ去年の11月ですね、
はい、指名をね更新してからやるぞと準備を整えてたわけですね。もう一回天下取るぞって感じですね。そういうことですね。今年こそタイトル取るぞと。去年の11月シメオネと契約延長して、はい、で今年の夏ですね、株式を売って7000万ユーロ、はい、調達と身売りをしてまで資金調達してる、うん、で高級鳥を大量放出して新戦力に意欲を見せると。確かに一気になくなりましたからね。結構本当に主力ですよね、うん、でラリーがサラリーキャップありますからね。でそのスペースをもうバンバン開けて、はい、やったるぞと。徹底してますよねこのあたり。血の入れ替えを定期的にやりますから、ね、アトリティコは。いやここ大事やねやっぱ。うん、大事です本当に。売れるうちにちゃんと売ってるっていうところがすごく印象的ですね。まあでもこの非常さね大事ですよね。はい、トモが言ってたニューカッスルができてないことですね。そうです、ちゃんと整理する。そうだな、リバプールもどっちかというとここはそんなにうまくないかな、うん、非常ですけどね。うん、まあでもやっぱり 4,5 年に1回やんないといけないよな。はい、皆さん5歳年取ったら違う選手ですから。そうですそうです、まあ、ちゃんとここら辺整理してやる気満々アトレティコと、うん、でターゲットに挙げるのがこの2人、シティユリアン・アルバレス、そしてコナー・ギャラガーと、はい、まあ、能力的にはもちろん2人とも申し分なし、しかもまだ成長してると、はい、で何より2人とも人格的にアトレティコ DNA を持ってるという。確かに判断をしてると。確かに、はい、ハードワーカーインテンシティ、はい、自己犠牲。確かにもうシメオネ好みですねこれは。シメオネが好きなこと全部持ってる。ディエゴ大好きですよねこれも。そうなんですよね、はい、数年前のルイス・スアレスのフィット感を見るとね、この手のやつらはね、それを扱わせたらナンバーワンなのがシメオネですか、ね、そうなんだよな。練習もすっごいしごきよらしいから、ね、でそれにもっとくれもっとくれっていう、はい、素晴らしいですね、はい、でギャラガに関してはですね、はい、元チェルシーキャプテン、そして現アトレティコ所属アスピリクエタ、はい、そして元アトレティコのキルン・トリッピア、間違いないよとお墨付きであると。そりゃそうでしょ。トリッピアはすごいアトレティコで成長して帰ってきたイメージ。よりもディフェンダーとかしてきましたね。うん、このおじき臭がね、うん、なんだろうな、倍増して帰ってきたイメージ。一番メンタリティでしょうね、何が何でも活動感がやばいですよ。そうそうそう、投手感がね。そんななかった、別にスパーズいた時。あ、全然なかったです。ギャラガーも今頑張るお兄ちゃんって感じなんですけど。あ、確かにここにあの勝利のメンタリティが植え付けられたら多分完成度としてはかなりのものになりますよ。鬼になるかも、はい、進化する。投手ですよ投手。そうだね、確かにこうサッカーまだ楽しんでますからねこんなん、はい、トリッピア違うからね。もうトリッピアが勝つためにやってますから今。そうそうそうファイティングスピリットがもうね、シメオネが見つけてお前の全部を出せ。これイングランド代表に足りないもんですよ今。間違いない、投手感、はい、ケインとか違いますからね。ケインはもう静かなスナイパーですから、ね、あ、ベリンガンもまだまだね、はい、でギャラがこれ植え付けられたらね 2,3 年後楽しみです。楽しみですよ。まあこういうやっぱ人格的ポテンシャルあるぞということで、こういうターゲットリストを作ると、はい、まず1番はセンターフォワードで、2番目セントラルミッドフィルダー、うん、そしてセンターバックと。ちゃんと背骨入れ替えるぞって言ってますね。そうですね大改造ですね。準備万端、資金は溜まってる、はい、ターゲットリストもびっしり、アトレティコの夏が始まると。はい、で気合い入れて始まるわけなんですけど、予想以上にあっさり決まっちゃった。はい、まず4月中旬、ここでかいっすよね。でかいっす。スペイン代表ル・ノルマン、うん、ソシエダから熱い男ですからね。はい、でビジャレアルからソーラス3200万ポンドと。ここも ゴールが計算できる人ですからね、うん、そうだね、長身センターフォワード、はい、この2人そんな被らないですからねスタイルは。ポジション被りますけど、まあ、ファファッとゲットしちゃうわけですよ決まったということで、まあ、こっちに最終調整がっしり決めてから、まあ、アルバレスギャラガーになろうと、うん、ちょっと優先順位が下がってしまうわけですね。これをした結果ですね、やっぱアルバレスは今年の目玉としてがっつりいくぞ、はい、ただギャラガーは買う前に売る必要があるねと、こういう状況変わってしまうわけですね。はい、まあまあここもね安くはないですからね。そうですね、うん、むしろスペインの中で高い方なんじゃないかな。なんならその下の2つは高すぎますか、ね、そうそうそう、この2つはねめっちゃ高いですよ。はい、でアルバレスは9500万ユーロまで準備していたらしい、まあそのぐらいですよね。はい、そうなんです。でここは死守して、やっぱこの2人とギャラガーじゃちょっと野心的に足りないよねっていう。うん、アルファレス来たらもう分かりやすいですよね。そうですね、なんならもうフォワードほぼいなくなってますからね。ああ、はいはい、
はい、アトレティコ的には放出でね、まあ、はい、まあなので、まあ、ちょっと状況を変えて、まあ、ギャラガーに関しては売る必要があると、はい、でじゃあ何が売れるか釣りを始めるわけなんですけど、食いつくのがチェルシーサム・オモロディオン、はい、アトレティコ所属の193センチセンターフォワード、20歳、好きそうですね。そうなんですよね。これはここ全部ね、ここら辺がここ全部好きそうですね。そうなんですよ。20歳っていうのがやっぱり一番好きそうです。20歳のフィジカルモンスター大好きですから。はい。一番好物でしょ。もうこれ見るだけであのポートフォリオにガツンハマるからね。買いだってなりますからね。買い買い。9号十分十分十分。こういうの欲しいんだよ。すぐ食いつくわけですよ。はい。でまあ去年レンタルしてたんですけど。はい。アラビスで去年アリーガで9ゴールしたオモロディアン。でアトレティコはバリュー3000万ユーロと、あチェルシーさんだったら2500万ポンドセンターフォワード20歳、はい、余裕です、余裕余裕、全然もっと払えるぐらい、はい、で4月下旬ですね、三賢者で少し計画を立てると、はい、監督指名をね、スポーツディレクターベルタ、セシオ、ミゲル、ヘルマレイと、はい、でこの時の計画がですね、まずやっぱ優先順位は目玉のアルバレス、うん、もうここはノタチでいきましょう、はい、でオモロディオンが売れればこのギャラか、はい、売れなかったらバレンツィアのグエラとプラン B 立てるわけですね、はい、素晴らしい、やっぱ必要ですからね、そうですね、まあ、ちゃんと状況状況によって臨機応変でやっていくと、うん、まあ、これが20歳ですね、ちなみに、はい、まあ、4月下旬動くわけなんですけど、はい、またもやあっさり決まるとグエラですねはい、下の順位の人たちはどんどん決まるんですよ。はい。まあまあ、あれってなりますよね。まあそうそうなんですよね。やっぱこう、プラン C、プラン D、プラン E ぐらいまで立ててるんですけど、だからそっちばっか決まってくるっていう。はい。それだけこの2人は難しい。ちょっとメンバリーもあるし、はい、イングランドだし、うん。ギャラガに関してはここが決まんないといけないっていうね。はい。難しいディールで、ファファッと、もう数字で決まってしまうと。うん。で、ヘルマリンと、バレンシアのオーナーピーター・リーブ結構仲いいらしいですよね、うん、いろんなイベントとかいろいろ共同でやってたりするんで、ファファッと決まってしまうと、はい、じゃあどうする、そうですね、実際決まったら どうするって、はい、ギャラガーはもうラブですから、指名をね、うん、まあ20歳ですからね、即戦力ではないですから、グエラさん、まあそうですね、ポテンシャルバイですよね、はい、今年やるぞって野心を見せたいわけですから、ポテンシャルはあれ言いますけど、ギャラガーほどフィット感はなさそうっていう、そんなイメージですかね。あ、まあ実際そうなんですよ。どうしようかって、これ、うん。はい。向こう OK 出たけど。うん。で、結局、3日後断ります。はい。自分から打診しといて。クエレさん3000万どうすか、これいいっすよ。ちょっと。なっちゃうんですよ。はい。これに関して、翌日8月8日、バレンシアスポーツディレクター、はい、ミヘル・アンヘル・コロナさんが記者会見で激怒してます、うん、はい、日曜にはアトレティコ大株主と完全合意した、これヘルマリンですね、うん、はい、月曜に書類を送り選手との交渉もほぼ合意できた、うん、やっぱスムーズだった、はい、2日待っても進展がないので連絡するとチェルシーとの交渉から抜け出せないと承諾できませんと言われた、はい、この案件が条件付きだったとはその時初めて知った、この3日間何度も電話、メール、メッセで条件をすり合わせていたのなので手を引きました。激怒でしょうね。まあ激怒ですね。うん。こっちはまたね、誠意のある対応をしたんですけど。はい。迅速に対応したの。向こうの都合で、やっぱいいそうだと。そんなったら最初から言ってほしいと。そうそうそう、そうなんですよ、はい。選手も知らなかった。俺らも知らなかった。うん、まあこんな感じになると。はい。と8月8日ですね、実はこの時。はい。ギャラガーはマドリードへ向かっていたと、こっちはちゃんと進んでたんですね、うん、まずオモロディオンチェルシー行きが合意できたと、はい、でアトレティコのオファーも5年契約週給23万ユーネポ20億、はい、まあ、チェルシーのオファーよりは相当両方上ですか、そうですね、両方上です、はいはい、年俸も長さも上で、この金額はですね、オブラク、グリーズマン、アラベスに続くチーム4番で、ミッドフィルダーとしてはチームトップ、これこそ誠意あるわ、これはね、はい、これこそ誠意ですね、これですよ、うん、ぜひ我々と一緒にやりましょう、出来合いしてます、うん、これが証拠ですっていうね、はい、素晴らしいオファー、
はい、して、まあ、個人も合意してオモロディオもあったんでマドリード行ってメディカルチェックを終えれば移籍が決まると、はい、そういう状態 でメディカルチェックも無事終えて、うん、8月10日アトレティコの公式 X にもアップされると、はい、キャラが来たよって、うん、もうほぼ確というか、まあもうここまでしたら確定させるっておかしいですからね。そうそうですよ、はい、もうサインしたんだなと思いますよね。はい、翌日練習にも参加しちゃいます。だ確定ですよね。確定ですもん。はい、ああギャラが行ったんだと、うん、選手になりましたという発表はないんですけど、もう事実としているっていうですよね。はい、いるって状態ですね。チェルシーから許可もらってこっちで練習してます。はい、8月12日にアルバレスが公式発表されると、うん、じゃあいよいよギャラガーも発表するのかと思いきや13日サインする前に帰国してしまいます。マジ不可解です。あんまないよねここまで。あんまないですよ。練習に参加して帰るって意味わかんないです。公式にアップされて帰るってわけわかんない。はい、なんかスペインっぽいなここら辺。はい、ちょっとイングランドではこういうフライングしてないですよね。そうですね、イングランドのスーパーリーグクラブは、はい、全部進めちゃって、はい、契約はまだですって帰ってしまうと。帰っちゃう。面白いね。はい、まあ、体験入部みたいな感じですからね僕は。このレベルでね、1日体験です。60億円移籍金って言ってるのにアトレティコ1日体験。本当にフィットすんの。退入ですよ退入。わけわかんないね。はい、本人もファンも何が起きてるんだと。はい、で帰国した後はですね、はい、スカッド界の練習を命じられると。はい、本当に意味わかんないですね。この月俺は見ないですよ。本当にひどい。曜日グディチーニと勝手にやってろって。ひどいよね。ひどいっすよ俺な。まあ、これ何が起きたのかというと、はい、オモロディオンの個人条件が合意できずチェルシーが手を引くと。うん、クラブ間では OK 出てたんですね、アトレティコと、はい、ここもまたね8年で定額とか出したのか。8年とか俺はわけわかんないしやりたくないけどね。はい、しエージェントだったら進めないよ。もしかしたらあれですよね、あとはヒギスカット街がバレて、はいはいはい、僕もそういう条件に入れないでくれと。なんかね、まあ、ヒギレンタルはみんなやってるけど、はい、まだアトレティコで短期契約でレンタル行った方が、うん、まあ、2、3年後には解放されるわけだから。そうですね。で5年6年7年どうせレンタル行くんだろうみたいな、うん、今後ちょっと変わってくる気がするけどね、選手側の対応がね、うん、でオーロディオンが決まなかったんでギャラガーの契約も流れると。はい、まあ、こんな状態なわけですね。うん、アトレティコはハードワークするミッドフィルダー欲しい、野心的な移籍が欲しい、うん、ただ4200払えないし、プラン B も消滅してしまったと。プラン B は消滅というか自分からなくしましたけど。でも自滅ですね。自滅、自滅に変えておきましょう。自滅に変えておきましょう。プラン B 自滅しちゃった。はい、逆にチェルシーもギャラガー使う気全くない。はい、今年売りたい、プレミアリーグ以外に売りたい。はい、はい、ただ 4-2 でもプレミアリーグクラブより低いと。はいはい、まあそうだよね。うん、6ぐらいいきそうだよ。そうですね、5000、6000ぐらいで売りたいでしょうね。6000万ポンドでいくよな、そのスパーズとか来たら。そうですよ、欲しいでしょうね。全然高いじゃん。うん、うん、相思相愛3社みんなこの契約を結びたいんですけど結べないって歯がゆい状態になってるわけですね。うん、でどうするどうすると。はい、でこういう場面解決できるやつ世界に一人だけいるんですよ。一人だけいるんですか。一人だけ、一人だけ、世界に一人、世界に一人。昔二人いたんですけど今一人。確かに一人になっちゃったな、一人になっちゃった。ホルヘメンデス出た。やっぱこういう時に出てくるんでしょうね。困った時はこの男、スーパーエージェントが、スーパーエージェント、あ、不可能を可能にする男、ホルヘメンデス。確かに一人になっちゃったな。一人なんですよね、スーパーエージェント。二大巨頭だったのに。そうなんだよな、二人いた時楽しかったねな、はい、太っちゃったイケメンで、はい、イケメンだけになっちゃったんだよな。はい、まあ、メンデスさん連絡するわけですよ。はい、すいませんと、ちょっと間取り持ってくれませんかっつって、なんかできないですかねと、こういう状況、はい、でメンデスはですね2日ぐらい前にペドロネット決めたばっかなんですよ。はい、5000万ポンド
ペロネットを動かしたばっかなんで、チェルシーの状況はもう全部理解できてますよね、はい、うん、話が早い、格が近々4人欲しくて4人払えなくて、うん、どうにかできないですかねと。はい、でメンデス電話1本、はい、1本だけですかと、ささっと電話するわけですよ。はい、解決さん決まりました。はい、じゃあフェリックスそうですね、さすがメンデスですね。メンデスポルトガルコネクションですね。そうですよ、はい、元神童アトレティコ在籍アタッカージャオ・フェリックス24歳、はい、2019年に1億2000万ユーロ、元神童メンデスクライアントですね。いやいや、まだまだ分かんないです、まあ、まだね、24っていうのがやっぱ救いですよね。はい、5年前すごかったですけどね、19歳、うわっと、まあ、エンバペとかですよね。はい、エンバペよりちょっと劣るよみたいな、年齢も同じぐらいだよね。はい、さあついちゃった、まあ、まあ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 、でもまあまだね、ちょっと、はい、ちょっとモラタ州がいます、ね、プンプンしますね。どっからモラタになりそうなんだよな。スーパークラブいろいろ渡り歩きそうですね。渡り歩きそう、こういう男がいますよと。もう話は早いですよね。うん、チェルシーも言ってますから、ちょうど1年前分かってますよね、うん、彼と。はい、もう彼がアトレティコからチェルシー行って、でそのお金でギャラが、まあ、トレードしたらどうですかと、うん、ここで、ギャラが移籍、場外戦が勃発すると、はい、でここでですね、アトレティコ側はペドロネット同様6000万ユーロと、うん、チェルシー側4000万程度でしょうと。あ、ねえ、まあ、ここら辺だよな。だってもうアトレティコとしたらあんだけ出しちゃったから。そうなんだ、 1.2 出してっからね、半額、はい、半分は欲しいでしょう、ね、欲しいよな。はい、でも確かに実績で言うとこのぐらいだよな。そうなんですよね、伸びきってないんですよね。むしろ停滞してるでしょ、ね、チェルシー行ってもバルサ行ってもある程度結果出したけど、うん、スーパースターではなかったからね。いや、これがまだこう未知数とか伸びしろがすげえあるぞみたいな。そうそうそう、そうなんだよ、こう5年停滞してるって見られてるんですよね。そうなんだよね、19の時より、うん、ちょっと下がってんじゃん、むしろ、うん、今後伸びないでしょっていうのがこの4000万っていう見え方でしょうね。やっぱ俺もこれぐらいだと思うな、4000万ユーロ。はい、でやっぱここで一旦交渉終わるわけですよ。はい、でこの時帰国させるわけです。はい、メンデスさん仕事早いから、これ1日2日の話です。で帰らせると。はい、で帰った後ですね、来ました、じゃあ行きますか監督。16日にギャラガーを離れて練習しています、シティ戦スカッド入りすることはありませんと。はい、まあ、この時多分初めてですね、ちょっとした暴露ですね。はい、まあ、まだ一人だったらまだですけど。そうですね、一人だったらあれなんですけどね、うん、まあ一人でしかもこうほぼ合意してるから怪我させたくないからみたいな。はい、まあ一席の準備いたんだろうなって思うようにギャラガー、まあ、構想外ですよと言って、実際2日後のシティ戦には出なかった。はい、まあ、メンバー入りしてないですね。はい、ということで、さてどうしようと、あの男がまた入ってくるわけですね。はい、役者が揃ってますね、集会人が、はい、1週間前ちょっと合意できなかったけど、はい、そろそろ合意しようぜと。はい、アトレティコにはフェリックスの高額給与も削減できるので、いいねを下げてみてはどうですかと。はい、フェリックスの給与は週給28万ユーロ25億とかかな。そうですね、高額ですね、19歳でこれはねえな。うん、トップですよもう。はい、世界トップ20ぐらいに入る給与上げてます。はい、まあこれでかいからね、うん、でキャラガーが23でしょ、まあ、出すだけでお金浮きますよと。はい、でチェルシーには1年後ギャラガーがフリーで去ると4000万ユーロの損失ですよと。はい、いうことで間を取って5-2で合意すると。本当に間に落としてますね。そうですね、ちょっとアトレティコ寄りの間ですね。はい、まあまあこんぐらいかなって感じだよな。はい、いいとこ、うん、4から6どこでもまあまあそうだよなって感じですよね。はい、なんだかんだネームバリューはありますからね。いや、めちゃめちゃありますからね、イケメンだし。はい、チェルシーレンタル行ってなかったらね、1年前、シャツもっと売れるだろう。そこもねちょっとリミットが見えちゃった感じですから。はい、まあ、無事こっちも決まり、8月23日、まずフェリックスが5-2でチェルシー行って、うん、同じにギャラが4-2で完全移籍すると。はい、まあ、無事アトレティコ、うん、
謎こっちですよ。何なんでしょうね、こうすごくこのディール、まあ、ほぼトレードに近いじゃないですか。そうだね。アトレティコにはすごくプラスに見えるんですけど、俺もそう思う。チェルシー何してんだろうっていうね。高額でいらない物件はい、もう失敗なんですよ。もうあの黒歴史、アトレティコからしたらね、はい、うん、黒歴史でまだまだ高いやつを出して一番欲しかったピース、はい、で何なら1000万フェリックスは一回試してるわけじゃないですか。チームにフィットするかなみたいな。チェルシーね、うん、はい、でフィットしなかったら一回返してみたいな、はい、でもあの時さランプスでしたから。あ、なるほど。あの時ポッター2ランプスでしたから、ボリ1年目ね。確かに、うん、もしかしたらマレスカの元で跳ねるかもしれないですね。そうそうだね。まあマレスカが OK 出したのがちょっと不明なんだ。はい、もちろん戦力になるって言ってますけどマレスカ、うん、うん、もう40何人いる中でもう一人元神道、本当わかんないですね。そうなんですよ。でここで最後でこう、はい、チェルシーをほじくるんですけど、はい、今45人在籍、45人ですね、45人、ここに乗り切れてないです。はい、でさっき言ったところで言うとウィングね、はい、ペドロネとラヒーム、ムドリク、これ3人とも超合ってんなで右がマドゥアケ、アンヘロ、はい、ジョフェリックス、あ、左ウィング毎年100億払ってんな、すごいな。ジャクソン、ルカク、ブローヤ、フォハナ、ジャクソン、ちょっとまだ連れてきてからねすげえな。まあ真ん中はいるますよね、ギャラが、エンソ、ジュースバリオ、俺連れてきて、うん、ピクワメカ、カサデイ、パーマ、エンクンク、ケリーマン、あーでカイセド、ラビア、また新しいの連れてきて、はい、わけわかんないよな、すごいな。全ポジション4人だ、はい、センターフォワード 1,2,3,4,5,6 人いてまだ足りないって。6人いて使うのジャクソンだけですからね。そうなんだよな一番出したいのはルカクでしょ、はい、高級ドリルカク、キーパーも6名います、ね、キーパー6名ですね。ケパどうすんだろう。サカツクやっててもこんなに選手取ることないですから、ね、ただねこれね今後も続くんですよ、うん、なぜならねこっちで成功してるんだよな、売る方。そうですね、まあ、みんなアカデミーですけどね、うん、マーティセン、ギャラガー、ホール、ハッチンスン、 1.5 億ユーロ、はい、今後もやるでしょうね。やるでしょうね。ほら合ってんじゃん、やっぱ合ってる、うん、でマレスカ監督この間のコメント、私は21人としか練習していない、15人以上別で練習していると、はい、聞いたことねえよこんなの出ましたよやっぱり、ひいきが全く問題ないよって、選手多すぎでしょって、はい、大変じゃないですか。いいよ全く問題ない、私21人私見てないんですあってもいないから、私の問題じゃないですか。はい、スターリン、チューワ、チャロバー、ルカク、クデチーニと練習してるらしいです。チャロバーとかもいますしね、まあ、ここら辺はまだ旧世紀が連れてきたんだけど、はい、自分で連れてきてますからね、スターリング高額払って。すごいな、みんなどこ行くんだろうなこれ。イタリア、トルコあたりなのかな。あ、チャラバ、チルウェルあたりはまだイングランドで見たいけどね。そうですね、ミラチェルシーの選手だが全員出場させるのは不可能、率直に伝えてる。チリにもラヒームにも正直伝えてる、残留しても苦しいよと。初めてちゃんと言ってます。そうだね、はい、監督として。まあね、シーズン開幕しちゃったから、はい、まあ、気になるよね、スター選手ベンチに入ってない、何ですか、うん、毎日聞かれるからね、ずっとも離れて練習してんだ。うん、外からはぐちゃぐちゃに見えるかもしれないけど、実際そんなことはない。20年契約があろうが関係ない、私は気にしない。初めて強い監督ですねそうなんだよね、確かに、ポッターとかポチェとかなんとかしようとしてましたけど、はいはい、確かにそうなんだ、ストロングスタイルが来ましたね。俺は俺だからです、暴君タイプ。うん、いやでも大事ですよこれは。こっちの方がでもボーリーにはフィットするかもね。うん、そうだな、優しいやつらばっかね、今まで優しくても身をやつしてましたからね、みんな。確かに。そう、このパズル不可能なんだ。絶対余るんですもん。余る、絶対余る。絶対余りますし、あの、足りないピースがあるんですか。そう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 。完成しないんですか。完成しはい。500ピースのパズルって言ってるのに、7000ピースぐらいあるんですよ。そうそうそう。で、500ピースのうちの30ピースぐらいないんだよ。ないんですよ。いや、それは真面目にやってんだ。ずっと、ポッターとか真面目にずっとやってるんですよ。あれ入れ替えながら、あれ分かったよってやってるんですけども、チーム3チーム練習して、はい、このピッチ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 にはあいつあいつもう
大変だよ俺は。それ1年じゃ完成しないですよ。そうだね、だこっちが正しいね。そうですね、やっぱ割り切って。しかも1年後にはピースの入れ替えがあるんですからね。7000ピースのうち3000ピース入れ替えますみたいな。そうそう、はい、もうできてたもんね。できてたところも取り上げられて、初期化です。ちょっとこれ見た時は不快感覚えたし、こいつサイコパスだなっていう、はい、なんか嫌悪感はちょっと覚えたけど、はいはい、このボーリースタイルチェルシーにはこれが正解な気はします。これしかないんだ、はい、もうこれしかないですよ、もう、うん、まあ はい、でもここもね割り切ってますよね。はい、ヘッドコーチなわけですよ、彼は監督じゃないから。はい、ヘッドコーチはピッチだけ専念し、うん、正しい姿です。そう、正しいね、うん、役割分担がやっぱ本当に綺麗にできてる。チェルシーの金なんか関係ねえし、うん、私はピッチ上だけ専念します。いやー、これが未来のフットボールクラブの姿なんでしょうかね。なってほしくないね。あ、そうですね。アカデミー出身は本当にリース・ジェームズぐらいか。はい、あ、コーガーだ、リーバイ・コーガー。おお、まあ、あ、そうだ、これまでいいんだ。シティとチェルシーのアカデミーが随一で頭抜けていいんだけどね。うん、その若手全部出して他クラブから若手買ってきて分かんないね。いや、そう、2人だけかな、うん、ブロイだ、それもそうだな。はい、新生チェルシー。はい、そうですね、まあ、正直ちょっと選手を大事にしなさすぎてますけどね。そう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 、うん、グレイザーズに一番似てると思うんだよ。はい、グレイザーズが言ってたのが、ビジネス成功すれば利益が上がって、うん、でその利益が上がってそのチームに入れれば強いチームができるっていうビジネスファースト理論だよね。はい、でこれも同じだと思うんだよね。ボーリーチェルシーはどっちかというとこれを一つの銘柄と見てますよね。もう株式の銘柄みたいな感じで。あ、そう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 、ね、ポートフォリオなんだよ、うん、うん、完全にユナイテッドはマーケティングでお金を、そうそうそう、売り上げ上げようってやってたんだけど、これも人身売買なんだよ、はい、まあそうなっちゃってるのはしょうがないですけど、商材なんだよ。そう、まあそうなんだよね、そういうシステムですから。そうそうそう、はい、人を売るっていうね、うん、だからファンドマネージャーなんですよね、ボーリアも。そう、いや本当そうなんだよ、やっぱ、うん、チェルシーファンドのファンドマネージャーをやってるんですよね。そう、そうなんですよ。チェルシーを買ったのもあのアカデミーから売れそうな銘柄がどんどん溢れ出てくるからだと思ってるかもしれないですからね。こういうことやるんですよっつっていろんなアメリカ人から金集めて、エイギバリティパートナー連れて実践してるわけなんですけど、うん、確かにあのそういう話だったらお金の匂いはするねってそれはそれ みんな言いますから。でみんなアメリカ人だから、まあ、利益は上がるけどずっと今後も、うん、クラブとしてタイトル数っていう成功は分かんないし、何よりな、人身売買するクラブっていう評価レッテル、うん、これはどのクラブファンも欲しくない。似たようなことチェルシーやってたけど、まあ、それでもチェルシーはチームを強くするための戦略コーチっていう意味合いが強かったですね。アブラモビッチは自信売買するけど、うん、タイトル取るために、はい、必要なピースを大金で買ってくるって、お金を使うっていう意味ではちょっと違うんですよね。そうそうそう、性質がやっぱり。そうそう、ハウは金使うだけど、うん、優先順位が、はい、利益上げるじゃなくてタイトルを取るため、タイトル取るため、チャンピオンズリーグを取るため、ね、でしかもこうアカデミーを取りたいっていう美学もあった。だからちょっと大好きだったんですけど、そうなんだよな、そうなんだよ、利益度外視で強いチームを作るでアカデミー投資するっていう差がつくだったんだよな。はい、これ違う、これモノポリーなんだよね。資産を膨らませて物件の売り買いなんですよね。そうなんだよな、うん、俺の中で結論出ましたね。はい、ボーリーアウトと。ついに共感しづらいよな、ニュートラルファンとして。これがトレンドになってほしくないっていうね、フットボールファンの思いもあって、はい、ギャラガーが鬼と化することを期待しましょう。まあ、なるでしょうね。ファイターギャラ、まあ元々ファイターだけどな。ファイター気質から東証にジョブチェンジですよ。そうね、はい。そうそうそう、クラスアップですよね。はい。もうシメオネの下で2年3年やったら絶対そのクラスアップはなし得ますから。バッキバキになる。はい。なんだったらもうラモス化するかもね、タトゥー入れて。もう目が血走ります。ボーボーでタトゥー、ヤイファイターになってほしいですけどね。はい、はい、シミオネ先生お願いします。お願いします。じゃあ皆さん、ボーリーチェルシーギャラガーについてどう思いますか、コメントでお願いします。じゃあ、Thank you very much for watching. Be much love. See ya. ありがとうございました。